はい、ということで前回に引き続きプリセットの保存のお話をしていきたいと思います。この方法を覚えると編集がとても楽になるので、ぜひ使えるようになってみていただきたいなと思います。はい、ということでまず最初に新しいシーケンスを作成します。で、シーケンスを作成していただいて、例えば文字を何か入れようとしたときにテロップを例えば入れましたと、はい、で、テロップ入れたときに、まあ、よくやるのがフェードイン、フェードアウトをかけたいと思ってエフェクトコントロールを使って不透明度のアニメーションをよくやるのが0100100のフェードインフェードアウトをしますと、そうするとどうなるかというと、はい、このような感じでフェードインフェードアウトになりますと。はい、でこの時に例えばじゃあ次の文字も同じようにフェードインフェードアウトしようと思った時に、まあ、例えばコピーして作るとかして、まあ、できたりするかなと思うんですが、まあ、ここまではいいんですけど、例えばこれで新しい文字を新規で作った時に、例えばここにまた新しく打ち込みましたよとした時に、この時はまだエフェクトかかってないので、じゃあここでどうやるかというと、まあ、例えばここのクリップをコピーして貼り付けするとか、あとは例えばまた1から不透明度をアニメーションかけてあげますよとしますと、まあ、ただこうしてしまうと、まあ、また作る手間がかかったりとか、コピー貼り付けする手間がかかってしまいますよということで、ここで前回お話ししたプリセットの保存が役に立ちますよというお話です。ということでこのフェードインフェードアウトの状態、これを不透明度だけ右クリックしてもらってプリセットの保存を選択します。でプリセットの保存名のところに、例えばフェードイン&フェードアウトみたいな名前をつけますと。でこの時に選択するこの3つが何を基準にするかということなんですが、インポイントアウトポイントについてはまた別の機会にお話をしたいと思います。で今回の場合スケールですね、スケールに設定しておくと頭とお尻の部分が綺麗に、例えば動画自体が長くなっても綺麗にフェードインフェードアウトしてくれるという状態になりますということで OK をします。そうするとエフェクトのパネルのプリセットの中に今作ったプリセットが新しく追加されるようになりますということで、このプリセットを使って次のテロップに同じようにエフェクトをかけてあげますということで、例えばこうやってテロップを入れましたとするときに、このプリセットの中のフェードイン&フェードアウトという新しく作ったプリセットのエフェクト、これをこのタイムラインの今作ったテロップにドラッグ&ドロップでかけてあげると、はい、同じようなこのアニメーションの効果がかかりますということですね。なんでこれを使ってあげると他のテロップを作ったときにも効率的に同じようにエフェクトをかけてあげることができるので、ぜひ使ってみていただけると編集のスピードが少し速くなるんじゃないかなというふうに思います。はい、というお話でした。まあ、先ほどお話ししたプリセットの保存の時の種類についてはまた別の機会にお話ししたいと思います。はい、ご参考いただければと思います。